名勝利、どうもどうも、おやっとさ。本日の名勝利はここ鹿児島からお送りします。鹿児島最高。白山展望台を後にした私たちは、取材の目的である第27回フラワーフェスティバルのゲストに会いに天文館へ行きました。どんなゲストに会えるかワクワクします。今回のゲストは鹿児島を中心に九州で活躍中のマジシャン一斉さんが経営しているお店でお話を伺いました。ありました、一斉さんです。どんなところでしょうかね。早速伺ってまいりましょう。楽しみですね。どうも、こんばんは。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、どうも、こんばんは、伊勢さん。あ、どうも、いらっしゃいませ。はじめまして。どうも、はじめまして。あの、和田森町から来ました。はい、純一です。あ、ようこそ。今日はよろしくお願いします。はい、いや、こちらこそ、こちらこそ。もう初めてあの、お店に入らせていただきましたけど、はい、すごい。なんでこんな天井にトランプがいっぱいついてるんですか。これもうマジックです。あ、はい、お客様のサインが全部してあると思いますけど。ああ、はい、名前書いてますね。はい、日付とサインがしてあると思いますけど。ああ、お客さんに見せるマジックで。そうです。あ、すごい数ですね。へ、雰囲気もおしゃれな雰囲気で。ありがとうございます。一斉さん、手品を始めたきっかけっていうのは、はい、いきなりなんですけど、教えていただけますか。私がですね、はい、小学校3年の頃だったですかね、はい、あのお袋に連れられて、はい、サーカスを見に行ったんですよ。あー、サーカス、はい、サーカスを見に行った時に、はい、そこで初めてこんな目の前でマジックっていうのを初めて見たんです。もう感動してですね、その魔法の、そのマジックしてくれた、まあ、男の人とかおじさんが、はい、なんか魔法使いに見えたんです、その人が。小学校3年ですよ。わかります。でもう、はい、そっからマジックはできたらいいなと思ってデパートに行って、はい、安いマジックの道具を買って、はい、練習して、はい、学校に毎日行って、学校で友達に見せる毎日、小学校3年4年5年3年間、はい、マジックばっかやってましたね。勉強全然しないでマジックばっかやってました。はい、そうすると歴史古いですね。そうですね、小学校3年の頃ですからね。あ、まあでも本格的にやりだしたのは今ちょうど30年ぐらいですかね。あ、はい、もう大ベテランですね。いや、まだまだですよ。奥が深いですからマジックは。いや、先ほどなんかお話でありましたけど、はい、和泊町にもなんか来られたっていう、ですね、はい、10年ぐらいになりますかね。だいたい、はい、それぐらいだと思います。一回だけあのお仕事で、はい、なんか産業祭りかなんかあって、はい、あの、はい、その祭りの席で、はい、あのどうしてもあのマジックをやってくれって言われて、はい、一、はい、回だけ行ったことあります。はい、はい、パッて今写真があったんですけど、マリックさん、はい、ああ、このミスターマリックさんですね、はい、この方と出会いがあったのが、そうですね、はい、もう何年かな、14、5年前かな。あ、はい、出会いがありまして、はい、はい、マジックを通じて、はい、ここはすごいですよね。まあいろいろあのマリックさんなんかもうすごい人ですから、はい、いろいろあの教えていただきましたけどね、すごいですよ。あ、そうなんですか。はい、まあ、ぶっちゃけマリックにマジックを教えたの僕なんですけどね。すごいな。いや、まあで、まあなんですか、もしよかったらでいいですけど、はいはい、簡単ななんか、あ、ここで、はい、目の前で。ああ、いいですよ、いいですよ。はい、はい、いいですよ。よろしいですか。はい、はい、いいですよ。ラッキー。はい、はい、はい、カメラの位置とかはもうどっからでも撮って構いません。大丈夫ですか。はい、大丈夫ですよ。ネタがなんかこう、いやいや、大丈夫、大丈夫、マジか、はい、もうどっからでも撮ってください。いいですよ。これは楽しみですね。じゃあ早速、じゃあ、はい、お願いします。じゃあなんか一つやりましょうか。はい、そうですね。じゃあハンカチなんかちょっと使ったマジックを一つご覧に入れましょう。はい、さあ、よく見てください、目の前ですよ。はい、はい、まずハンカチを一本の棒みたいにこうくるくる回します、はい、そして輪を作って輪を通します、はい、ハンカチ今どうなりました。まあ、くくられました。くくられました。肩結びですね。肩結び、はい、ねえ、結んで見えますね、はい、ちょっと息を
そしてあのマジックって普通ハンカチ持ったら何出しますか。これなんか出しますよね。こうやって何出します。はい、何出しますか。何を出す。あ、青色のハンカチ。いやいや、もっとすごいのが出るでしょ。普通マジシャンがよくご覧ください。もっとすごいんですか。ここからもし本物のハトでも出てきたらびっくりしないですか。いや、もう本物のハト出たらびっくりしますよね。はい、ご覧ください。ワン、ツー、スリー、ハトです。は、はい、おお、はい、おお。本物ですよね。お、すげえ。指出していただきます。わあ、わあ、わあ。わありがとうございます。本物、これがマジックですよ。お、すげえ。ありがとうございます。半端ねえ。やばい。手もっと見せてください。はい、いいですよ。じゃあね、はい、先ほどハンカチ使いましたよね。はい、今度は、はい、お客様の持ち物で、はい、そうですね、1000円札1枚あったらどなたか貸していただけますか。どなたでもいいですけど。1000札ありますか。1000札ありますね。ありがとう。じゃあちょっと貸してください。すみません。いつも1万円札しか持ってないんですけど、今日もだけありますね。はい、どうぞ。さあ、来ました。はい、いいですか。野口さん入りました。はい、じゃあ、はい、この千円札は今お借りしました。はいはい、今お借り。種も仕掛けもない、はい、そしてもう一個です。使うものがあります。はい、透明のコップです。よく見ててください。はい、そしてこちらに水があります。さあ、水を持ってください。そして私がコップと千円札を持ってます。水入れてください。どうぞ。はい、はい、コップの中に入れてください。私がはいというところまで入れてください。はい、まだ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 、はい、はいでしょう。さあ、見ててください、はい、コップの中に水です。千円札は今お借りしました。はい、よーく見てください。私袖めくってます。はい、手をまっすぐ丸めていきます。この状態です。はい、お水を上から入れたらどうなりますか。漏れます。漏れますね。はい、漏れるところを見ててください。はい、漏れました。はい、漏れました。間違いなく漏れました。はい、漏れましたよ。コップの中水です。はい、千円札は今お借りしました。はい、奇跡をご覧に入れましょう。よく見ててください。わ。2、3、5。はぁ、そう、生きた魚が生きた金魚です。そしてこれは私の店でお客様から預かった千円札から出た本物ですか。よく調べてください。生きてますか。いやいや、生きてます。はい、金魚が5匹。はい、ありがとうございます。人間ポンプ。人間ポンプ。あ、人間ポンプは口から出すのか。ありがとうございます。やっと分かった。これ野口が口から出したんだよ。野口秀夫が。すごいですね。ありがとうございます。奇跡です。奇跡が今起きました。奇跡を OK ラブへ持っていきます。ありがとうございます。いいいいいい、すげえ。もっともっとないですか。もっと。マジいやー、ほんとに捨てた。いや、ほんとにフラワーフェスティバルが楽しみですね。あ、そうですか。ちょっとだけなんか何をされるかとか、なんか何ですか。あー、そのマジック内容ですか。本番マジックですから秘密にしておきましょう。せっかくですから。はい、そうですね。はい、本番お楽しみという。はい、その方がいいと思います。はい、はい、まあ、そういう皆さんがね、はい、来られると思うんですが、はい、なんか、伊勢さんから、はい、はい、じゃあですね、皆さんぜひあのフェスティバルの方に足を運んで、マジックっていうのを目の前で見て、そして不思議さと感動を与えますんで、ぜひ皆さんで一緒に家族も連れてあの見に来てください。よろしくお願いします。楽しみですね、本当に。はい、いや、今日は本当、はい、伊勢さん、はい、いい、とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。どうぞ。メジャーリー第27回フラワーフェスティバルは4月21日土曜日、町民体育館にて夕方6時開場、6時30分開演します。本格的なマジックをぜひ見に来てください。待ってまーす。